モーニング娘。の元メンバーで、タレントの辻のぞみ。34。が4日に東京、板橋区内で自動車を運転中、女性が乗る自転車と接触事故を起こしていたことが7日、明らかになった。辻、女性とも怪我していない。2018年にはモームで同期だった吉沢みさん。36。がひき逃げ事件を起こし、芸能界引退に追い込まれた。 二度と同じわだちは踏まないこの苦い経験を教訓とし、辻はドライバーとして適切な事故対応を行った。辻は7日、オフィシャルブログで一部報道にありました通り、先日私が運転していた車で自転車の方との接触事故を起こしてしまいました。幸いお相手の方に怪我はなく大事には至りませんでしたが、心よりお詫び申し上げます、と謝罪。 その上で、日頃から常に気をつけて運転しておりましたが、改めて気を引き締め、交通ルールや自分の行動により一層気をつけて参ります。また、お仕事関係者の皆様にもご迷惑をおかけしてしまったこと、深く反省しております。この度は誠に申し訳ありませんでした、とした。事故後、相手女性と辻の話し合いもすでに終わっており、穏便にことは済んだようです。テレビ局関係者。 バマタレの代表格として多くの仕事を抱えているが、芸能活動にはほとんど影響を及ぼさないというのが多くの見方だ。辻は事故を起こした当事者として、道路交通法に定められている運転手が果たさなければならない緊急措置義務に基づいて、迅速かつ的確な行動をとっていたという、接触の事実を認識し、自ら警察に連絡し、事故の報告を行っていた。 すぐに所属事務所にも連絡し、適切な行動のフォローを受けたと聞きます。先導。ボームと交通事故といえば、忘れられないのがあの事件だ。2018年、吉沢さんは飲酒運転した上に二人を跳ねて逃走。15分後に現場に戻ったが、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の罪で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。 起訴された直後、芸能界引退を発表した。事故の模様を捉えたドライブレコーダーの映像は日本中に衝撃を与えると同時に、モーム OG たちにも暗い影を落とした。事務所も、コンプライアンス遵守の精神を所属タレントたちに強く求めていた。今回はその反省が生かされた、全道。 ある、同期の辻は、最も近い距離で吉沢さんの事件を見てきただけに、同じことは繰り返すまいと誓っていたということだ。仕事の時はともかく、4人の子供を持つママと会って、プライベートで運転しないという選択肢は現実的ではないだけに、今後はより一層の注意深さが求められる。